こんにちは、ちあきです。今日はですね、私が飛行機の中でしているお化粧直しの仕方を皆さんにシェアしたいと思います。でもこのお化粧の仕方は普通のこの地上でお出かけする際にも使えますね。私は国際線の CA として飛んでいるので、短いフライト6時間のフライトから長いフライト12時間のフライトまであります。でこのね、短いフライトと長いフライトではお化粧直しの仕方を変えています。まあこの2つのやり方を今日は紹介したいと思います。その前に皆さん、私インスタグラムというものをしております。よかったらちょっとねフォローしてください。私のねイギリス人の仲間と一緒に働いているんですけども、そのね可愛くてかっこいい CA の仲間との写真もたくさんあるので、あストーリーも結構載せてます。今日紹介するお化粧直しは5分でできます。たったの5分。 CA は忙しいでございます。はい、特にねこの夏になるとどの路線も混んでいて、お化粧に時間を費やすと他の CA 仲間に迷惑がかかってしまいます。なのでなるべくもささっと早く完璧に直したいということで、試行錯誤をして見つけたお化粧直しの仕方です。ちょっとねキャビンが落ち着いたらひょこっとお化粧室に行ってささっと直して完璧になって帰ってくるっていう感じかな。たったこれだけのコスメでお化粧直しができます。じゃじゃんそこら辺にあったのを拾ってきたの、じゃあ外からじゃないよ外から拾ってないけど、家の中にこう散乱していたものからひょっこりひょんって抜いてきました。はい、まずはね生活感あふれてますね。これはねジップロックに入ったコットンなんですけども、まあ最近ね韓国から出てるこういうコットンはすごく使えますよね。これ以前の私の動画で紹介したので、皆さんよかったらこの辺かこの辺かつけておきます。ご覧ください。こちらは美容液が入ったコットンです。でもこれってアジアしか手に入らないので、もしくはコットンを持ち歩きます。コットンにちっちゃいね入れ物に入ったクリームを必ず持ちます。いろんなクリームがあるんだけど、これ後ほど紹介しますね。はい、でこういうものでしょ。次はちっちゃいコンシーラーです。はい、こちらのコンシーラーですね。こちらも以前のビデオで紹介しました。はい、次はスポンジ、はい、そしてパウダーで、最後はこちらです、スティック。これはこの1本でチークにもリップにもなるというものですね。ちょっと前までは結構ね飛行機の中って乾燥するので必ずね落としてました。化粧落としのシートあるじゃないですか、あれで落としていたんですけども、それで落としてしまうと化粧水そして乳液クリームまでつけなければいけないんですね。それでもう時間取ってますし、でちょっとね1分とか置かないとファンデーション馴染んでくれないじゃないですか。はい、それでももう時間がかかってる。そしてファンデーション液体のファンデーション私使うので、その後にこうパパパってつけて、でパウダーつけてチークつけて、もうね時間がかかりすぎ。そう、それでは怒られますな。はい、とにかく短時間でやろうよ、うん、っていうことでいろいろね試行錯誤をしました。じゃあこの半分を化粧直ししてみますね。今日8時半にお化粧をしました。今、ただいまの時刻は5時です。はい、っていうことでちょっと化粧崩れしてますね。ね、これ薄いと思います、みんな。この化粧は私、自分で薄いと思うんですよ。でもちょっとね、私も目が悪いからもう分かんない。私ね、このクリニークのクリーム大好きなんですけども、結構重い、まあ、SPF20 が入ってるので 日中でも使えるんですけども、とにかく重い。結構リッチなクリームなので、最近ね韓国で買ったこれエチュードハウスの、皆さん多分ご存知かな、これもね結構いいよ。これは軽めなので、こういうクリームを使います。どう使うのって、まあ、今お家にいるからね、こういう大きいポットを皆さんに見せつけてやっております。でこのね今コットンに取りました。で結構ねこういう風に落とすの。短いフライトとか普通にこうこの辺お散歩するとき、お散歩というかお買い物するときのお化粧直しなので、がっつり落とさなくていいですね。はい、なのでちょこちょこっとちょっと気になるところをこの辺こんな感じで、で私基本的におでことかこの辺を落とさないんですよ、うん、ここまで時間かけてられない。そう、もうパッと見てこの真ん中だけ
が大切なので、はい、この真ん中、本当にこの真ん中だけ こんな感じ。鼻もね、うん、落とします。でその後にもうね、潤っているので完璧にこう保湿されてるわけではないんですけども、もう一からね化粧落としをしてローションをつけるよりは時短にもなりますし、潤ってる、はい、もうこれで十分ですね。このねコンシーラーね SPF が入ってるので安心ですね。飛行機すっごい暑い日には日焼け止めは本当この時点につけた方がいいですね。ちょちょんとコットンの後につけます。28入ってるので、まあ今日はいいかなってことでそのままつけます。適当なの私は適当にも程があるけど、はい、こんな感じでポンポンと、クリームを使うっていうのが私的にポイントです。コットンでこうね拭き取ることによって結構このクリームが馴染んでくれてると思うんですよね。そうだからさ、ほらこのコンシーラーが綺麗に馴染む。どんないいコンシーラーでもお肌が乾燥していたら乗らないですよね。ほらツヤもある。まあコントワーとかこの影とかね、あのそこまでするとちょっと時間がかかるので、化粧直しはね私コントワーとかはしないんですよ。ちょちょんと、はい、ちょちょちょいってやった後に同じこのスポンジでシュッと拭き取り、そのままポンポンってつけます。はい、そしてこちらですね。はい、まあ私が使ってるのはこれなんていうの、ミネラルスティックカラー24時間コスメって歌ってますか色はですね01番のチェリーです。はい、 CA といえば赤、会社によって赤とピンクまで許されている会社もあるんですけども、会社によっては赤しかダメっていう会社があります。ほとんど外資系はそうですね。私が働いているイギリスの会社も赤しかダメなんです。ってことで、あ、すみません、口紅のことねシュゴが抜けてる。ここね白いとのっぺらぺらになっちゃうので、この辺にポンポンとね、はい、つけます。オイルをのせて、楽よねこれ。そう、一本でチークにも口紅もなるってものです。はい、終わりました。どうでしょうか、乾燥も感じません。はい、なので実際私このお化粧直しの仕方で結構数年飛んでるので保証します。ちゃんとね、あの保湿してくれるクリームを使わなきゃいけないんですけども、うん、いいよこのやり方はい、目は基本的に直しませんね。マスカラもアイライナーもウォータープルーフを使うのであんまり落ちないです。ってことで、これがまあ短いフライト、もしくは普通にお出かけする際のお化粧直しの仕方です。で、長いフライトと短いフライトのお化粧直し何が違うかというと、まあ、今はこちらコンシーラーで直しましたね。で、がっつり直す場合はクッションファンデーションを使います。はい、これだけの違いそう、長いフライトはがっつり落としますね。さっきさちょちょんって落としたじゃん。長いフライトはもう少しクリームをつけて結構落とします。同じように落としますね。一応ね、この上からまたクリームをつけます。そしてまあ3時間とか寝れる場合はオイルも私つけますね、絶対乾燥しないように。でとことこ起きてきてキャビンに戻る前にお化粧直しをするんですけども、その時に一度またクリームでねこう拭きます。まあ日焼け止めをつけて、一応このねクッションファンデーション、私が使ってるのは SPF50 だからいいかなと思って私一応日焼け止めつけてないです。で真ん中、もうほぼ真ん中ですね。はい、ペタペタペタってつけて、パウダーをつけてチーク、で、あと口紅。はい、終わりです。こんな感じ。まあ、日によってはこのねあのハイライトとかつけたりしますが、これだけでも結構ツヤありますし自然な感じがすると思います。今ねちょっとゆっくりめにやったんだけど、まあ、サササササってやると5分以内で仕上がります。本当にね、あのお肌もよれてないしツヤもあるっていうのが私的には重要。
はい、ツヤが大好きだからね。はい、でこんな感じで私はお化粧直しをしています。まあね、どんなに忙しくても完璧に痛いので、まあ、ちょっと前まではこうね、油を取って油拭き取りとかで取って、その上からまあファンデーションをつけていました。そうするとなんだろうな、スムーズにならないんですよ。スムーズにならないし、あとはツヤが出ないんですね。そう、それでちょっとね、近くで見るとよれてるのがわかるんです。あんまりね、綺麗じゃないので、はい、クリームでやるこの方法はもう私的には最強の方法だと思っています。皆さんもおすすめのお化粧直しなどありましたら下のコメント欄で教えてください。みんなのコメント読んでます。ありがとうございます。今日もご視聴どうもありがとうございました。インスタグラムのフォローお願いね。また次回の動画でお会いいたしましょう。皆さんはこれから寝るのかな。おやすみなさい。素敵な夢を見てくださいね。バイバーイ。